こんにちは、親父の家のジジイです。やってきましたヤフオクポチッとシリーズ、シリーズになってしまいました。ポチッとまた押してしまいました。それを開封いたします。じゃあ、はい、出ました。あ、100円、銀貨とオリンピックの1000円銀貨、あとは100円銀貨、3種類です。ではオリンピックの1000円銀貨からいきます。おっと、オリンピック1000円銀貨です。これも随分ポチッとしちゃいましたね。この数ヶ月で何枚貯まったのか分かりません。弱ったジジイですね。状態がいいものからまたそうでもないものまで揃っています。これはなんかすんごく綺麗。これも綺麗。磨かれてるのかな、よくわからないですけど、これもいいですね。ちょっとトーンがかかってます。1000円銀貨は以上です。12枚の1000円銀貨です。そして次がこれですね、オリンピック100円銀貨です。こんな感じで16枚です。オリンピックの100円銀貨が16枚。そしてほう、100円銀貨ですね。これが9枚、9枚あります。で最後にこれ、稲100円銀貨です。これこんな感じ、いい、たまらない。これ何枚あるんだろう。
41枚ありました。稲と鳳凰の年代別に並べてみました。昭和34年、35年、36年、37年がなくて、38年、39年、40年、41年、出てるものはすべてありました。鳳凰は32年と33年だけなので、これもありました。千円銀貨1枚が 20g 92.5 の品位なので1枚 18.5g の銀、それが12枚で 222g、 現在の銀の価格が大体125円ぐらいなので、それをかけると27,750円です。100円銀貨は全部 4.8g で品位が 60%、 そして全部74枚あります。それをかけると 213.12g です。現在の銀価格125円を 213.12 でかけると26,640円になります。1000円銀貨と100円銀貨の合計を足してみると 54,390円でした。まだまだポチッとシリーズは続きそうです。バイバイ。